タージマハルで使われている植物模様模様とは、物の表面に自然に発生する、または人工的に表された図、絵、形などのこと。また、なりそうな様子や、そのような状況という意味で、慣用句として用いることもある。一例として、空模様などがある。類義語に模様と文様がある。文様は平面上に広がった模様のことを特に示す語で、 例えば海岸や砂丘に風や波によって描かれた模様を砂門という。文様は人工的に表された模様のことを特に示す語で、例えば河原木に縄を使って付けた模様を縄紋という。また、文様のうちいくつかの線を斜めに交わせることによって表され、模様のことを特にあや、文という。砂門自然に作られた模様と人工的に作られた模様がある。 自然に作られた模様としては、例えば、指紋や線維、警告色のように動物の体表に現れるもの、砂紋、地層、植物に見られる葉脈や年輪などがある。人工的なものでは、入れ墨や衣服、実用品、建築などに施され、塗布、襟付ける、焼き付ける、すり付ける、折り込むなどにより描き出される。三角文を付けた日本の埴輪地域を問わず、 古代より土器や服飾、建築装飾や実用品に至るまで施された。人工的な模様は警告や注意のため、装飾の目的のため、また、魔除けの意味を持たせることがある。最も古い時代に描かれたのは幾何学文様や渦巻き、格子などだったが、やがて身の回りにいる動物や植物が取り入れられるようになった。例えば古代エジプトでは、ワニやカバ、 パピルスやロータスがモチーフとなった装飾文様が見られる。動物崇拝が盛んだったメソポタミアではグリフィンのような神格化された有力動物がモチーフとされた。また古代ギリシアに伝わり伝統的なモチーフとなったパルメット文様やロゼット文様も見られる。古代ローマ以来ヨーロッパの文様は周辺地域の影響を受けて発達した。ローマ人に征服された ケルト文化では、巴型の渦巻文や、組紐文が発達しており、後のキリスト教美術に影響を与えた。また、サーサーアンアサ、ペルシアなど、イラン高原の王朝で発達した花クエトリ、レンジュ文、樹花動物、草獣文、有浴獣、狩猟文などの様式が、シルクロードを経て東西へ伝播した。ペルシアの文様は7世紀のうまいアサ。 アッパース朝と続くイスラム文化圏の形成に受け継がれた。イスラム教では偶像崇拝が禁止されたが、アラベスクや装飾文字、幾何学文様が目覚ましく発達し、スペインやイタリアを経由してヨーロッパの文様に影響を与えた。中国の新石器時代の土器には、魚や人面を描いて、魔除けとした例があり、日本の古墳時代では、 赤い三角形や菱形を規則的に並べた模様を身につけたと考えられており、規則的に並べた赤い三角分をつけた冠を被むる男子派庭が福島県から出土している。北海道のアイヌ民族は江戸時代後期までアイヌ文様を衣装に用い続けた。現代でも案内や警告、注意を促す道路表示などの表示、服のデザイン、書籍等の表紙、 製品の表層、建物、乗り物、機器等の表面などに使用されている。文様は次のように大別される。図案は様々で、ある種の規則性がある模様もあり、規則性が全く見られない模様もある。地下模様のように、絵と言ってもいいような模様がある一方で、尻尾文や蛇の目のように、幾何学的な模様もある。連続したものから、 絵画のように描かれたものまであり、市松模様や、島模様、格子のように同じ形態が繰り返し用いられることが多いが、それに限らず、植物や動物、風景などを図案化した模様もある。和柄では、縁起のいい模様を、吉祥文様と呼ぶ。文字であっても、図案化、装飾化されていたり、繰り返し用いられている場合には、文様と呼ぶ。日本では、武士や、 歌舞伎役者などが用いた家紋や役者紋用に多く構わぬやおのこと菊のように文字と図を並べた模様や吉祥文字崩しのように文字を分解して散りばめた文様などがある。また文字としてではなく絵の一部として文字を組み込んだ足でという模様も用いられ和歌や物事を関連する絵柄に組み込んだ。家紋では石田三成などが用いた 大吉対一大万や下寿司などが用いた十文字などがある。ありがとうございます。